ご覧いただきありがとうございます。ラッシュタイリです。本日ご紹介するのはオールデン1339着火ブーツコード版になります。オールデンの人気定番商品、最近ではこちらですね。はい、はい、セカンドの特集でも、表紙を飾った1339ですね。最近あまり入荷しなかったサイズ6が入荷いたしました。探している方も多いんじゃないかと思い、今回動画化いたしました。はい、このチャッカーブーツの、デザインが、一番このコード版の、この波打つようなシワ感というか、らしさが一番出やすい、ものとなります。その理由に関しましては、以前の動画でも紹介させていただきました通り、装飾が、なくここまで贅沢1枚で、取られているのと、アイレットが、2アイレットなので、ここのあたりまでギリギリまで、波打つ感じが表現できるというような、そういう意味で、一番コード版らしさが、出てくる、お品ではないかなと、当店では思っております。オールデンの、コード版らしさを一番味わいたいというのであれば、このチャッカーブーツタイプ1339や1340などをお勧めいたします。放映者のシェルコード版は、色の個体差というものがありますけども、今回の個体は、結構濃いめなお品かなと思います。はい、このように見ていただいた通り、赤みもそこまで強くないような感じでしょうか。はい、ちょうど手元にあった、990と比べてみますと、はい、こちらが990ですね。はい、こちらが今回ご紹介している1339なんですけども、はい、このような感じで、はい、色がやっぱり若干濃いような個体かなと思います。はい、また個体的には、肉厚な部類になるかなと思います。製造が2015年製か2005年製ですね。はい、使用感に関しましては、まずは、当店でこちらハーフラバーを装着しております。はい、ガシガシ履けるような仕様ですね。はい、リフトはオリジナルで、これぐらいの減りですね。そこまで、大きくは減っていないかなというような感じです。はい、アッパーの傷等に関しましては、まずつま先あたりはちょっと擦り傷があるかなと思います。ちょっとわかりますかね。はい、まあこのあたりとか、あと、はい、このあたりとかも、ある程度全体的に小傷は、小傷だったり色ムラだったりは、あるかなと思います。切り返しの後ろはちょっと赤みがあるかなという感じですね。前と比べて少し、そうですね、履き口あたりもパイピングも、綺麗に、何かこうひび割れ等は、ないかなと思います。ソックシート見ていただきますと、スレ等は多くはないかなとは思います。そんなに、大きく擦れている感じではないですね。はい、ちょうどいい使用感というか、はい、ちょうどこなれてきたぐらいの、使用感かなというような感じです。一応反対側のアッパーもこのようにお見せしましょうか。こっちは左側ですね。はい、こっちは全体的に後ろ側もちょっと濃いめな色の個体かなと思いますね。右側足の後ろ側は少し赤みが強いかなというような、感じになっております。はい、前はほとんど変わらないですね。はい、まあ、こういったちょっと色の違いとかも、はい、楽しんでいただければなと思います。こっちの横はそんなにですね。はい、こんな感じです。ここの部位だけちょっと赤みが強いかなっていうような感じですね。はい、中底の沈みは、最大で2ミリぐらいでしょうか。中底の、状態も、特に大きく黒ずんでたりとか、そういうものはなく、状態としては良好かなと思います。はい、サイズが2枚だと思います。はい、こちらオールデンのバリイラストで、6D となっております。他社の、サイズ感で言いますと、パラブーツのシャンボードを 5.5 や、エドワードグリーンの202ラストで 5.5E を履いている方がおよそ適合するサイズとなります。まあ、当店でも、一番定番としているバリーラストになりますので、比較的検討がつく方は多いかなと思います。その他サイズ感に不安等ございましたら、当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせくださいませ。こちらはメンテナンス済みですので、到着後すぐ履いていただける状態でお送りいたします。定価は14万円ほどといたしますが、単靴の990や5431と比べて相場は落ち着いていますので、入手しやすいかなと思っております。使用感もちょうど着やすい使用感かなと思いますので、このあたり探されている方は
お早めにご検討くださいませ。サイズもなかなか6は意外と人気なサイズ感になりますので、検討の方をお早めにお願いいたします。失礼いたします。